になったんですね。よかった。ええ、君たちのおかげでね。君たちの上官にも私からお礼を言っておいてよ。あなたのおかげだよ。いろいろ助けてくれてありがとう。そういえば彼らが君たちにお礼を伝えたいって言ってたよ。会いに行ってあげなさい。はい。すまなかったな。君たちがいなかったら私は今頃どうなっていたことか。ありがとうございました、兵士さん。夫を救ってくださって。それに、お姉ちゃんたちがよく遊びに来てくれたから私もお母さんもすごく励まされた。二人とも本当にありがとう。これで一安心だね。今までいろいろ迷惑かけちゃってごめん。
期待しているよ。
ここに立てよう。おっと、行くぞ、ナッツ、任せたぞ。さあ、戦うぞ。なるほど、了解、行きます。おもてなりました。救援要請か、行くぞ。すごいよ。よう、久しぶりだな。お前と顔を合わせるとこの間の任務を思い出すよ。思い出したらまた体が震えてきた。なんだか余計に巨人が怖くなっちまった気がするよ。生き残るのに必死で正直ほとんど覚えてねえよ。俺、お前の足引っ張っちまってただろ。今回はなんとか生き延びられたからよかったものの、正直もう壁外での任務はこりごりだけどよ。任務の後実家に帰って家族の顔を見た時にさ、思ったんだ、戦わなきゃいけねえって。任務の時はすげえ怖かったのによ、家族をあんなおっかねえ化け物に食わせるわけにはいかねえって思っちまったんだ。いやいや、それは自信なんてほどご立派なもんじゃねえとは思うけどさ。とにかく任務に付き合ってくれて本当に助かったぜ。
お前がいなきゃきっと生きて帰ってくることもできなかった。正直壁外に出た時はもう二度と家族の顔は見られねえって思ったんだけどさ、本当によかったよ。俺みたいな奴に言われても頼りねえとは思うけど、もし何か困ったことにあったら力になるから言ってくれ。そうだな、調子はどうだ。この先もその元気が続くといいがな。ジャン・キルシュタイン、貴様は憲兵団志望で成績も10位以内だったはずだが。はい、そうですか。今何をすべきかを考えて自分で決めました。そうか、アルミン・アルレルト、貴様はなぜだ。技巧に進むものと思っていたが、外の世界に出るのが僕の夢でしたから。貴様はなぜ調査兵団を選んだ。なるほど、親の仇というわけか。理由はそれぞれのようだが、目指すべき目標があるなら、その信念だけは絶対に曲げてはならんぞ。だが半人前のままでは目標を叶える前に死ぬのがオチだ。まずは兵士としての経験を積み腕を磨け。近く調査兵団では壁外任務が予定されているはずだ。全力で臨み己の成長の糧にすることだ。出撃する。状況にも柔軟かつ冷静に対処せねばならん。厳しい訓練を耐え抜き、実戦経験も積んできた貴様ならできるはずだ。どうなってる。救援要請の演壇だ、退社しろ。おっと、外に出ろ。くれないか。オーバーック。怪我はない。一緒に戦って。
のか。今の動き、いつの間に身につけた。
が完了しても気を緩めてはならん。次に何をすべきか常に考え、行動に移せ。兵士は即断即決を求められる場面が多々ある。そのことを普段から心がけておくようにな。任務を無事に終えられたな。戦果も上々だった。貴様は実戦でこそ本領を発揮できると見ていたが、やはりな。だが油断はするな。壁外ではいつも死と隣り合わせだということを忘れてはならん。これからの働きに期待している。また来てくれよ。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。救援要請、急行します。よし、
危ないところでした。何をやってる、死にたいのか。あれは救援要請、急行します。お預かりの先倒してやがった。お願いします。いや、行くぞ。倒しました。ご迷惑をおかけしました、シャーディス教官。救援感謝いたします。こんなところで死なせるためにお前を山頂にしたわけではない。
Thank you.
私も手を貸そう。危ないところでした。救援感謝します。何をやってる、死にたいのか。いや、話しました。おっと、お前は救援要請、急行します。いや、倒してやる。いや、お前は救援要請。死なせるためにお前を団長にしたわけではない。あの縁だ。大場救援要請か。貴様は肝に銘じておけ。矛の兵士が強くとも戦果などたかが知れている。大きな戦果を上げたくば歩よりも集団を優先せねばならん。貴様か、その後も励んでいるか。そうか、ならばいい。貴様らを含め104機で調査兵団に入った連中はそれぞれ持ち味が違う。自他の持ち味をよく見極めた上で各自が果たすべき役割を果たすように心がけろ。それさえできれば必ず生き残れる。貴様らならばきっと優秀な兵士になれるだろう。卒業からほんのわずかな時間、104機生は皆見違えるように変わった。私もそう思ってくれるのか。だが個々の努力あってのことだろう。104期生のことは解散式の後もずっと気にかけていた。そしてこれからも勝手に見守らせてもらうつもりだ。今となっては私など傍観者に過ぎんが、陰ながら皆の活躍に期待している。
研究はまた振り出しに戻ったんだね。私たちの立てた仮説は根本から間違ってたってわけか。分隊長、元気出してくださいよ。ほら、今晩一杯覚えますから。君からも分隊長に何か言ってあげてくれ。実験が失敗してひどく落ち込んでしまっていてね。その通りですよ。少なくとも仮説が間違ってたっていう結論は得られたじゃないですか。ありがとう、二人とも。そうだね。いくらでも過去のことを考えていても仕方ない。次は違う切り口から検証してみよう。早速計画を立ててくるから、二人とも研究室の片付け頼んだ。忙しい人だな。けどあれでこそ分隊長だ。失敗してもくじけず先のことを考えられる。ああやって常に未来を見据えているような人こそが人類の未来も変えてくれるんじゃないかと思うんだ。だからこそ分隊長にはどこまでもついていくつもりだ。まあ時々人使いが荒すぎて参ってしまうんだが。ああ、分隊長は人類の未来のために欠かせない人だと昔からずっと思っているんだ。さて、長話に付き合ってくれてありがとうな。これからも時々話を聞いてくれると気晴らしになる。それじゃあ研究室の掃除も手伝ってくれるか。散らかってるが君と一緒ならきっとすぐに終わるさ。巨人がいるかも。私にとってはどの子も興味し、おっと、まずはここを切り抜けないとね。救援要請か。行くぞ。煽ってやる。Thank you.
分隊長、私の危険に気づいてくれたんですね。いいんだと思う。別に面白そうなこの気配に釣られてきたとか、そういうんじゃないぞ。よし、もっと救援要請か。行くぞ。倒してやる。倒すな。ありがとうな。さすがにヤバかったよ。仲間に手を貸すのは当然だ。いや、こいつの匂いだったか。行け分隊長、どうかよろしく頼みます。やるね。いいものが揃っている。また来てくれ。ぜひお礼を言わなきゃと思ってね。君のおかげで任務は大成功だよ。私たちのやってきた研究がようやく実証されたんだ。これはきっと人類にとっての大きな一歩となるはずだ。私たちだけでは挙げられなかった成果だよ。やっぱり巨人化の仕組みも解き明かしたいし、立体軌道に頼らずにかつ確実に巨人を倒す兵器の発明も。しかし君の努力や根性には驚かされっぱなしだったよ。リヴァイたちには無理させすぎだって何度も怒られたけど、君はしっかりついてきてくれた。心から敬意を表するよ。調査兵団はこれからも厳しい戦いに臨むことになるだろう。いや、これまでよりももっと厳しい戦いになるかもしれない。君にはどうかこれからも調査兵団に力を貸してほしい。その力はもうこの兵団にはなくてはならないものだ。ありがとう。やっぱり私の目に狂いはなかったね。私も全力で君をサポートするつもりだ。何かあったら気楽に言ってほしいな。さて、そろそろ次の実験の作戦会議と行こうか。一緒に来てくれるかい？返事だ。あ、そうだ、モブリットも呼んでこないとね。よーし、まだ見ぬ巨人たち待っててくれよ。Thank you.
いいものが揃って。また来てくれよ。
し、一体も逃がすな。分かってます、行きましょう。なるぞ。おっ、死ねんだ。救援要請か。
見よ、倒してやる。エルバーさん、どうかよろしく頼みます。いや、てめえなんかに食われるかよ。いい働きだ。倒してやる。いや、倒しました。おいい動きだ。腕が立つよ。いや、おっと、いや、なるぞ、リコハルト、いや、いや、いや、おいや、いや、お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 いや、やばそうだな。
思った以上。どの任務を引き、thank you.
戦いはできない。救援要請を確認。私が向かいます。ありがとう。助けられちゃったね。任務を果たしたまでです。あっちに強い巨人がいるのかな。思った以上。いないようだな。だが覚えておけ。私も聞け、イエーガ。トロストクでの成功を受けて、今後調査兵団はあんたの力を前提に作戦を行おうとしている。だがその力の不安定さは直接目にした私がよく知っている。あんた自身はこの状況をどう考えているんだ。俺自身もこの力は早く制御できるようにならなければいけないと思っています。けど今は上官の命令なしに巨人化するのは許されないんです。もっと実験をして俺の力を解明できればいいんですが、力が不安定なのはよく分かっています。それでもみんなの期待に応えるためこの力を使うしかないんです。いや、使ってみせます。不安定なのを分かってて使うだと、ふざけるな。意気込みだけで解決する問題じゃないだろう。暴走した時巨人の体を制御できないんだぞ。確かに調査兵団の働きだけでは人類の領土を拡大するのに何十年かかるか分からないだろうな。
その間にウォールローゼが突破されればおしまいですね。選択の余地はないということですか。それに中東兵団精鋭班の方々の死を無駄にしないためにも俺がやらなくちゃいけないんです。そうか、あんたもイアンやミタミの死を無駄にしたくないと私たちと同じように思っていたんだな。イエーガー、貴様の考えは分かった。おい、イエーガーの話を直接聞けて少しはあいつを信じる気になれたよ。あんたのおかげだ。何か礼をしないとな。それなら調査兵団の先輩に習った方がいい。調査兵には調査兵のやり方があるはずだ。とにかく貴様には世話になった。働きは認めてやってもいい。また来てくれ。いいものが揃った。また来てくれ。やってやる。いらっしゃい。いいものが揃っている。また来てくれ。いらっしゃい。また来てくれよな。の続きだ。今日は切り口を変えてみる。この場所で他の兵士がしている雑談を聞き取り、逐一俺に報告するんだ。それはよかった。ならばゲルガ、お前たちも同じように聞き取って報告してくれ。え、なんで俺たちまで。ミケにも考えがあるんだろう。やるしかないよ、ゲルガ。集中しすぎて頭痛が。ミケさん、何か分かりましたか。ああ、
こいつとお前らを比べてみて確信した。どうやら特殊な力の正体は細かい音まで拾うことができる超人的な聴力だ。は？ミケ、仮にそれが正解だとしても巨人との戦いではあまり役に立たないんじゃないか。いや、そんなことはない。いくらでも使いようはある。今までより情報の伝達がはるかに容易になる。いや、シーエンダーを使えばいいじゃないか。確かに状況によっては口頭伝達の方がいいけど。とにかくこれでお前がどういう力を持っているかは分かった。あとはその力をどう生かすかだ。頑張ってくれ。もっと内地に行きたい。